どうも皆さんこんにちは。うぷ主のリクトです。今回はチートブロック検知アドオンの入ったワールドを、どうすれば荒らせるのか実験したいと思います。ちなみに今入れてるアドオンはとある用途部屋が、配布しているものです。この荒らし対策アドオンは、特定のチートブロックを持つと、持った人にハドモビングバオクケという、タグをつけてチートブロックを消すというものです。そして、このコマンドブロックには、ハドモビングバオクケのタグがついた人を、無限に牢屋へと TP するようにしています。では実際にチートブロックを出すとどうなるか。やってみましょう。はい、チートブロックを消されて動けなくなりました。ちゃんと機能していますね。ちなみに、今出したチートブロックは僕の初投稿の動画で使ったものです。では次行きましょう。次は NPC さんを出そうと思います。NPC さんは前回の動画で紹介したものですね。このワールドにも牢屋に無限 TP するコマンドを置いています。そして、ここが牢屋です。では早速 NPC を出していきましょう。今回は検知されませんでした。ちゃんと NPC が出ますね。実際にクリエになれるのか試します。はい、クリエにもなれましたし透明にもなれました。では次行きます。次はシュルカーボックスを出します。中身はチートブロックです。これも検知されませんでした。ちょっと置いてみます。ちゃんと荒らせますね。では次。ウィザーをたくさん召喚するチートブロックを出します。検知されました。近くに TP させるコマンドがあったおかげで、抜け屋で脱出できました。では次行きます。次はこの状態で動けなくするチートブロックを置けるのか、試していきます。あれ?フリーズした?と思ったらちゃんと動きました。では検証結果。今動いているチートブロックや、NPC、抜け屋を使えば荒らし対策アドオンがあっても荒らせる。ではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。低評価でもいいので押してから帰ってね。ではさようなら。